食事バランスガイド食事バランスガイドとは健康的な食生活を実現するため摂取する食品の組み合わせや摂取量の目安をイラストで示した資料である。2005年6月厚生労働省と農林水産省が共同で生活習慣病の予防を目的とした日本の食生活指針を分かりやすく具体的に実践するツールとして策定した。 食料自給率の向上も目的としている。食育の重要な一環とされる。2006年には、妊産婦のための食事バランスガイドも策定された。従来のピラミッド型ではなく、相上に区切られたコマのイラスト中に、主食、副菜、主菜、牛乳、乳製品、果物の5項目があり、グループごとの摂取量の目安が記されている。コマの芯は水、お茶、 紐は、菓子、思考飲料となっており、栄養バランスだけでなく、運動によって駒を回さなければ倒れてしまうということが示されている。この基本形の図に書いてある量には、ほとんどの女性と身体活動レベルの低い男性が該当する。2002年の集計では、高血圧が約3100万人、高止血症が約3000万人、糖尿病の可能性を否定できない人は、 合計約1620万人とされ、人口のほぼ半分に相当する47%が、この3つのいずれかに該当する。この3つの生活習慣病である人の多くは、果物の摂取が制限される必要がある。糖尿病では、果物は一単位に制限される。このように、果物を2つというのは、健康な場合に限定されるが、そうでない場合も多々ある。また、 高脂血症や動脈硬化性では獣鳥より魚、大豆、野菜からの栄養に比重を置く必要があるというように特定の疾患の場合における食事についても注意する必要がある。食事バランスガイドのイラストはウェブサイトからダウンロード可能でリーフレット、カード、CD r o m でも提供されている。農林水産省による CM にはタレントの有価を起用した。 フードガイドピラミッド1992年、マイピラミッド2005年1974年にスウェーデンで食品を大まかに分類しそれぞれの摂取量の目安をピラミッド上に図示したものが起こりとなっている。このような図表は世界各国で作成されピラミッドや楼格と様々な形状がある。主食である炭水化物に比重が置かれているのが特徴的である。日本では 発掘。あるある、大事件などで紹介され、広く認知されるようになった。第5回フードガイド検討会議次第、食事バランスガイドの特徴。農林水産省ホームページ。2020年7月8日閲覧。生活習慣病検診、保健指導のあり方に関する検討会第1回。資料 AB 生活習慣病予防のための、各学会のガイドラインの整理。 糖尿病食事療法炭水化物日本糖尿病学会ありがとうございます。